それじゃあ、定例記者会見を始めさせていただきたいと思います。今日は8項目にあたりまして、お手元の資料に基づきまして、ご説明を申し上げますので、よろしくお願いします。その後、皆さんからのご質問を受けたいというふうに思います。よろしいでしょうか。最初、ジャック&デプティープロジェクトの関係でございまして、海外派遣事業の親善大使12名が決定したということでございます。去る6月22日に、ジャック&デプティープロジェクト その英語スピーチコンテストを行いました。燕市内に在住している小学校5年生から中学3年生までの希望者が参加して、スピーチコンテストを行いました。その時は最優秀賞1名とそれから優秀賞7名の8名が賞に入ったわけでございますけれど、それを成績をベースに、そこから賞を取れなかったけれど頑張った子どもも含めてですね、12人が決定したということでございます。でこの間のスピーチコンテストの中に昨年の親善大使が1人優秀賞を取りましたので、2年1回経験した方は、遠慮してもらうということから、その子は、それを承知でコンテストには出たんですけれど、その子は除いてあるということでございます。今年の特徴はですね、小学校6年生2人大使として行くということで、前回のスピーチコンテストを2人とも入賞したという実力者でございますので、非常に期待が持てる、また12人かなというふうに思っています。今回は夏休みを利用していくということで、オーストラリアのブリスベン、8月17日から28日待ちの12日間で行ってまいります。内容はホームステイ、それから現地の学校での語学研修、それから現地でのいろんな行政庁舎や日本総領事館に表敬訪問してですね、ツバメの PR のプレゼンテーションを行う、等々の行ってくるところでございます。以上が大使の話でございました。次に2つ目の話題ですね。子ども広報をまた今年も発行しますということで、今回小学生23人が子ども記者として挑戦してくれるということになりました。これは今年で3回目なんですけれど、おととしが21名でしたけれど、それを上回る過去最高の応募があったということでございます。7月の7日に記者の任命式と第1回目の編集会議ということをやろうというふうに思っています。例年この子どもの視点でですね、ツバメのいろんなところをテーマを定めて、そこに取材を行っていろんなお話をして、市民あるいは自分たちの仲間にですね、伝えていくという活動でございますけれど、今回新たな取り組みとして、この広報ツバメ子どもまっていうのがなんか堅苦しい名前なので、何か愛称みたいなのをつけていこうということで、今回の参加者記者のメンバーから愛称をつけてもらおうというふうに思っています。それからそこに書いてありますように、この活動をですね、記録ビデオに残していこうということでございます。今までは写真ではいろいろ活動記録を取ってですね、それをファイリングして、終了式の時には記念に渡してたわけでございますけれど、この色材のというのはやっぱり動画の方がより子どもに熱心さが分かるということで、今回はビデオというところを作っていっ
ということでございます。あと23人と非常に人数が多いので、今までは3班 A チーム B チーム C チームでやりましたけれど、今回は4班編成をおります。まあ、いずれにしましても7日の日に、第1回目の編集会議の中でまたいろいろどんな取材テーマしていくかということが決まっています。非常に大きくこの活動を通じて子どもたち成長していますので、それについても期待したいなというふうに思っております。3つ目の話題に移ります。の交通事故というのが、年々増えてきているということで、大きな社会的な課題になっているわけでございますけれど、高齢者の被害を受けるということについても、このつばめ高齢者事故ゼロ作戦ですが、加害者にならないようにという観点からはですね、運転免許証を自主的に返納してくださった場合、公共の利用券1万円分を上げるということに取り組もうというふうに思っています。この辺は警察署の方からも長年行政として考えられなかったというお話があったんですけれど、燕市の場合、お出かけキララン号とかスワロー号とかっていうのを見直して、ある程度公共交通の仕組みが従来よりも良くなったということですし、タクシー業界の方もいろいろと一生懸命、市民のために活動されているということが、今回県のこの利用券1万円の事業に踏み込んだということでございます。こんな利用券でしょうかね。いろんな組み合わせで1万円というような形になろうかなと思います。でこれはですね、申請方法は燕の警察署の交通課のところにですね、続きを取っていただいた場合に、その建物の中にある、交通安全協会の方から今度はこの支援の方の手続きを取らせていただくという形になります。事業というのは、もうすでに先行の先ほど言いましたが、燕市にある程度公共交通機関が改善されたということの契機を捉えてですね、取り組みたいということでございます。以上でございます。4つ目の話題に行きます。ゴミ拾いイベントをやりましょうということなんですけれど、8月9日にスポーツランドつばめで、ゲーム感覚でゴミ拾いをしながらつばめ市をきれいにしていこうというような取り組みを始めたいということでございます。この背景はですね、私が2期目の政策課題として挙げている人口の問題で、その中に活動人口というのがございます。だけではなくって、その地域の方々が自らの健康づくり、あるいは活動、ボランティア活動に積極的に取り組む、そういった人々の活動人口を増やしていこうと言っておりますけれど、その一環でもあるというふうにご理解いただければと思います。きれいにする、これは燕市の場合はクリーンデーという形で春と秋に行っているわけですけれど、どちらかというとその地域の町内自治会単位でですね、自分の方のきれいにしていこうということの取り組みでございますけれど、今回の
お住んでいるところからちょっと離れてですね、いろんな人が集まるスポットにゴミ拾いをやろうと、まあ、それをただ単にやるということだとなかなか人もこうゲーム感覚をやっていこうということでございます。で、今回8月9日にスポーツランドツバメでやるという意味合いはですね、翌週スワローズカップ少年野球大会がございます。沖縄、四国、九州からこの場所にですね、子どもあるいは保護者の方々が集まってくるということで、その会場をやっぱりツバメはきれいな町だねというふうに思っていただくおもてなしの心の意味からもですね、この会場を周辺をですねきれいゴミ拾いしようと、そんな意味合いがございます。それぞれ優勝準優勝という、まあ、紹介するちょっとコンペ、方式みたいな競争方式を導入して楽しみながらやっていくということでございます。まあ、今回はスワローズカップというのを一つの契機にこの8月9日にスポーツランドでやりますけれど、こういった形は年間を通じていろんな大勢人が集まるタイミングに合わせて年に数回やっていければなというふうに思っておりまして、例えば9月にはですね久上山、それから10月には青空即売会等がございますので、そんな大きなイベントに合わせてですね、このツバメの街をきれいにしようというような運動が展開できたらなというふうに思っています。以上です。次に5つ目の話に移ります。昨年からの燕市総合文化センターでというのがスタートしました。民間の初期投資でもって効率的の良いエネルギー効率の設備に切り替えていただいて、コストをその投資してくれた企業の方にランニングコストをお支払いして、その差額でもって企業の方がその投資したものを回収していくというのがエスコでございますけれど、1年やった成果が出ましたので、この度皆さんにご報告したいということでございます。これは総合文化センターで行った事業で、有機電機さんでございますけれど、1年間、ですね、当初を言った以上にかなり削減効果があって、電量の約 1.5 倍のエネルギー費削減量があったということでございます。かなり効果があるということを、示した実績になったのかなというふうに思っています。行政だけじゃなくて民間事業でもございますので、この事業が期待していたいなと思っています。で、燕市の場合はこの文化センターの他にエリー町内の街灯も2万回切り替えたわけでございますけれど、これも順調に取り替え作業があって、この4月から一斉に動いているという状況でございます。これもまた1年やった効果をまたいずれの機会に皆さんにご報告できればなというふうに思っているところでございます。次きまして6個目のお話でございます。例年市長と市民との触れ合いトークというのをこの7月から8月にかけてですね行っておりました。で、大体燕地区、分水地区、吉田地区各1箇所でもってですね、
行っていたんですけれど、いろいろと皆さんの方からもう少しこまめに会場を設けてもらいたいというようなご要望もございましたので、私今回スタートするということでも、もう少しこまめにですね、各地域にお話を伺うという機会を設けたらどうかなということは、会場6カ所に増やしてですね、より参加しやすいような形の中でやっていこうかなというふうに、めくくりとしてこの燕市役所の方でサンデートークという形で、昨年やりましたやり方をやってみたいなというふうに。で、できれば3年ぐらいをかけてですね、各地域の公民に生まれるみたいな、そんなふうに思っています。で、中身は結構私の話が長すぎるという、お話もありますので、短めにしてですね、第2部は中手と担当の部長も全員いろいろと地域の悩みなり課題をお聞きしながら、市政に生かしていく、そんなやり方にちょっと模様替えもしながらやっていきたいという、大勢の皆さんをお待ちしております。1名の話題でございます。東京ヤクルトスワローズとの交流事業でございます。7月の13日に浦添市、それから西都市、松山市と燕市4市がですね、4都市交流デーということで、神宮球場にそれぞれ自分たちの特産を選んだ、ブースを、スワローズファンの方と交流をするということを行うということでございます。これは球団主催でございますけど、球団の主催に4市が集まってくると思います。で、燕市としてはですね、スプーンの磨き体験、今まで販売ということで、燕市はこれまでとかですね、あるいは新潟県が主催する、うまさぎしりデーというその神宮でのイベントには、物産のそのつば九郎米とか、つば九郎のエコカップとかで販売するというやり方だったんですけど、今回は、球団さんのご要望もあって、ファンの方が何かこう体験できるようなこともちょっと考えてくれと。なので、スプーンの磨き体験、ちょっと人数限定になりますけれど、磨き体験ということをやろうかなと思ってます。磨きの機械を持ち込んで、スプーンの研磨の体験をしてもらうと、スプーンが記念として、そんなことをやろうというふうに思っています。あとは、スワローズとの各市の交流に関するいろんなパネルの展示であるとかですね、いうことをやっております。その他にも、いろいろとヤクルトスワローズ観戦ツアーとかが別途企画されております。8月にこの4市が燕市で少年野球をやるんですけど、その前に今度は神宮球場でちょっといろんな交流イベントをやるということでございます。以上です。最後の話題に移ります。この度ですね、もうすでに来年の採用の試験、行政職とか専門職ですね、そういった採用試験始まっているんですけれど、今回任期付きの職員としての採用試験を行いたいということでございまして、設備職というですね、ちょっと特殊な職種、任期付きの採用試験を実施したいなというふうに、その方がで
ですね、この燕市役所、非常に大きい建物ができましたので、最新鋭の設備とかが入っていて、行政のではちょっと対応しきれない、その日々のメンテナンスとかですね、ちょっと知識がないと対応できないと。でちょっと1年やってみてやりましたので、やはりその設備に関するですね、ちょっと知識を持った方、なかなかこの正規職員として雇うのは難しいんですけれど、任期付きということで一定の期間の身分が保障され、給与も保障されている方でして来ていただく、任期付きの専門職の採用試験をというふうに、8月の1ヶ月間の募集期間を取ろうと思いますが、そういった試験があるよというのはもう明日からでもですね、広く PR してですね、ご興味ある、あるいはそういった資格を持っているという方を広くちょっとこの試験に受けていただければというふうなことを考えています。でちなみに引き付きの専門職というのは、すでに2人ございまして、1人は観光の関係、初代の方が JTB から、それから2代目は JR からの経験の方が来ていただいてまして、もう1つは情報の関係で、NTT に、に任期付きの職員として今ご活躍いただいております。やはりなかなかそういう専門分野、一般行政で対応しきれなくて非常にご活躍していただいてますけど、今回は、この公共施設の、この燕庁舎、この新庁舎の維持管理とかが中心でありますけれど、またこれから全体の公共施設の管理計画みたいなところを作っている中でですね、やっぱりちょっと専門的な知見があるということは非常に我々にとってもありがたいなと思っていますので、そういった今後のことも含めて、ぜひ今回専門的な方の採用試験をやってみたいということでございます。以上とまして、ご説明を申し上げました。皆さんの方で何かご質問があればお答えいたします。何かございますでしょうか。はい、どうぞ。はい。自主費の、はい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 、はい、利用公共施設、公共施設の利用権、組み合わせ自由、これ、5000円、3000円、1000円と3パターンあるんですが、10かつ10枚通り、これ10枚通りを外して組み合わせることです。それはなし。これ10枚の中に。そう。全部タクシー券にしたいという人なら、タク
出す出さないというのは議会の判断ですので、私がコメントする立場にないと思います。その集団的自衛権では、お一人の議員さんから質問、一般質問ございました。でその時に私が答えたのは、安全保障というもの国の専権事項ですので、国政の場で十分な国民的議論がある必要があるというふうに考えてますという答弁をさせていただきました。はい。個人的に意見書を出す仕組みはないんじゃないでしょうか。個人的に意見書を表明したりとかするのもないですね。はい。はい。朝日新聞の先ほどの質問に、鈴木市長は国安全保障、国の専権事項であると、その国民に議論がなされるとおっしゃいましたけれども、では現状としてその議論というのがなされているのかどうか、うん、ここについてはいかがですか。はい。今の議論はですね、やっぱり政府与党の間のみで、しかも解釈変更という、議論が進んでますよね。というのはやはり慎重かつ十分な国民的議論が尽くされていると言いたいんじゃないかなというふうに思ってますけれど。やはり男女共同参画とかですね、そういった観点からすると、そのやじではなかったと思ってますけれど、はい。はい。はい。まあ、試しってね、皆さん議会傍聴してもらうと分かりますけど、議会で、すよ、うん、ほとんどヤジってないんじゃないですかね。少なくとも私が就任してからそういうヤジみたいなところが飛び交ったっていう記憶はないんですけどね。はいはいはい。良識のある議員さんが集まってるんじゃないでしょうか。よろしいですかね。